はい、おはようございます。じゃあ今回はね、ちょ前回の続きの、海の上からのね動画ご覧ください。ちょっとこれ撮ったら冬にするわ一回。あ、はい、ゲット、ホタテ、いいね。誰だよ、ラコスケ、ラコスケ、これあげた方がいいんかな。いやでもあげるか一応。ありがとう。えっ、あ、レシピと交換しといたのねん。何それ、クロちゃんみたいな喋り方すんのやめてくんない。そのレシピに欠かせない真珠、たまーに海の底に落ちてるレアな材料、僕も探しよっから、見つけたらまたホタテと交換してあげる。了解。スーハー、大きな声よく聞こえるが正しいとは限らない。え、あ、かわいいちょっとかわいいということで、さっき会ったラコスケが、まあ、今回のアップデーで、出てくるようになった、新しい出会いのうちの一人で、もう一人ね、あのおなじみの浜辺に倒れているね人が、まあ、少し変わった形で出会えるみたいなんで、ちょっと浜辺をね歩き回って探してみたいと思います。お、これこれ普通のジョニーやん違うって、お前じゃないよ今、これはただのジョニーだね多分。まあアップデート情報によると赤色だったんだよ色が。なのでこの人はちょっと一回スルーします。投げ。皆さんはお気づきでしょうか、左下の数字、7月16日、そう、もう13日目です。海賊ジョニーが現れません。ドレミからメープルへのプレゼントを俺が渡せばいいんだね。OK。かわいいな、ドレミ。自分で渡すのは恥ずかしいんだね。OK。急に悩むやん。何それ、今うーんって悩んだっしょ、俺に渡した後に。不満そうやね。まあちゃんと渡しとくけどさ、普通のジョニーはね現れたんだけど、これって同じなんかな、色が違うだけ。でも眉毛の色も違うからさすがに違う人っぽいよね。今日は学校休みます。お、若いぞ。え、あっちのジョニーも学校行ってたっけ。むにゃむにゃ長っ。全然起きねえ。起きた、おはよう。私の愛しい人よ。あれ、海賊、おお、海賊船の船長 J だって今回は。へえ、あ、名前変わった、海賊になったよ名前、すごっ。今混乱していて、はいはいはい、船のへさきから海に真っ逆さまに落ちてしまって、まあ寝ぼけちまってたんだけどなドヤ顔やんけ。 OKOK、何を探せばいいんだ。通信装置、同じかい。じゃあ通信装置のパーツを5個集めて海賊に渡せばいいんだね、おそらく。あ、じゃあやり方は一緒なんだ普通のジョニーと。 OK。 なんて書いてた今、え、どこにあるって言ってた今。通信装置は多分荷物がいっぱいだと見つからないんで、そこだけ気をつけて。 OK。 今どこにあるっつった。
海に沈んでいる。じゃあこれアサリと同じやり方じゃないんだ。おそういえばラコスケにもらったマーメイドドレッサー、レシピ覚えておこうか。で5個だから5個分ちょっと開けとこうか。あ、これ飾り付けになるんだ。ちょうどいいじゃん。ナマコも飾っていこう。でかナマコ、これで OK で、海に入って、海に潜って海賊の、J のね、 J か、俺は R だ。 J と R でユニット組むか。潜って多分これが通信装置のパーツになるのかな。これは海蛇ですね。チンアナゴこんにちは。全然違った海蛇と。チンアナゴね、はいはい、これ5個集めるの大変じゃね。どうやって見つけんのやろ。同じ泡吹いてんのかな。あった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 。これめっちゃむずくね、集めんの。大変だ。 OK 来い、来たか。ん、これは富士壺。これめっちゃ、適当に潜ってみるか。一回適当に潜ってみたら拾える説はない。やっぱじゃああれか、泡ブクブクブクってなってるとこじゃないと手に入んないっぽいな。オッケー、泡潜って影掴んで、はい、きたー。これは通信装置。あ、これでいいんだ。なるほど、スマートフォンさえ拾ってしまえばこれを渡せば OK なんだ。まあ、確かにね、この水の中でいじれたからね、携帯。ほら防水だからこれ落としても大丈夫なんだよ、きっと。よかったよかった、わりかし早く見つかったね。1個でいいんだったらまあ確かに5個集めるのは大変だもんね、見えないから。見つかったのかい。あったよ、ほら J、R からのプレゼント。これはまさしく俺様の通信装置。 OK、 その iPhone かも欲しいんだけど。ベリーベリーサンクス、チョベリーグ並みになんか古い単語な気すんな、並べ方が。え、あ、そっか、これあれか、後日送られてくるんだっけ。返信まだか。多分俺様の無事を知ってとにかく安心してる。 OK、じゃあこれで後日送られてくるんで、これでねラコスケと、海賊 J 2人にね会うことができました。で最後にねちょっとメープルにあのドレミからのプレゼントまだ渡してないんで、それだけ渡しちゃおうかな。これお家にいるかな、お家にいるやん。渡しとこう。ドレミちょっと不満げだったから渡した後にちょっと報告しに行こう。どうぞ、プレゼント持ってきましたよ。寂しかった、ごめんな。お預かり物です、預かり物ですか。どうぞ。小人の服着替えてみて。おお、いいじゃん、似合ってるよ。 OK、 これでお礼と言ってはなんですが、パイン柄のアロハシャツ、これ俺にくれんの。 OK、 ドレミに渡そう。これこれで、これをドレミに渡せば2人が仲良くなる。やっぱ友達の仲をね持ってあげんのも友達。うん、わからん。ドレミどこだ、いなくなった。ドレミいないんですけど。あ、いた。メープルさんへのプレゼントを届けてくださってありがとうございました。お、気づいてたんだ。そうそう、
メープル、え、どういうこと？まあまあってこと？そうそうってもしかして英語？これもらって。これで、パイン柄のアロハシャツをあげると。これでドレミとメープルも仲良くなったよ。オッケー、完璧や。よし、じゃあちょっと後日にして、J から届いたね、プレゼントだけ見て見ましょう。よし、じゃあ、多分メールで届いてるんで、 J から。海賊、あ、海賊って名前なんだ。なんか任天堂からも来てんな、これ。ちょ、見てみるか。アップデートのご協力、 OK。 まず任天堂様からのねプレゼントあってみよう。はい、シュノーケル。先つけたかった、それ。泳ぐ前につけたかったわ。もう俺の管理不足やね、これは。海賊のコート、おお、めっちゃかっこいいやんこれ。待って、これシュノーケル台無しやけど。あ、合うね。ということでね、今回、ラコスケから、マーメイドのレシピと、そして、海賊 J からね、海賊のコート手に入れました。まあ、これもねコンプリートするんですけど、それはね、さっきの海の幸と同じく配信でねやる予定なんで、ぜひまだの方はねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回、七夕やってみたいと思います。お疲れ様でした。